ゆうさん、おはようございます。おはようございます。はい、どうしたんですか。テンション低いじゃないですか。高いよ。テンション高めのひよりさんなんですけども、なんか今日場所がちょっと違いますね。今日どこに来てるんですか。今今日大阪に来てます。おお、大阪、はい、ちょっとなんで東京からちょっと大阪出てきちゃったんですか。目的は何ですか。そうですね、まあ逃避行みたいな感じなんですけどなんか嫌なことあったんですか単純にその大阪に結構協業先というか、はい、今後一緒に組みたい企業さんたちがいるので、おーおーおー、そことの打ち合わせで来てます。なるほどですね、はい、ってことはなんかロボット関係のことでなんか一緒にビジネスができそうっていう感じですかね。あ、そうですね。おお、はい、面白そうですね。具体的にどんなミーティングをする予定なんですか今回。そうですね、今走って2つのプロジェクトの協業先で、はい、今6社ぐらいここ大阪でミーティングをするんですけど、1社はその夏に店舗持つっていうところで、そこで そのコンテンツだったりとか、はいはい、グッズみたいなところで協業してくれるところだったりとか、うん、もう一つのプロジェクトの技術的な協業先みたいなところでいろいろとお話しさせてほしいなと思っているところですかね。なるほどですね。ってことは店舗系が今ちょっと夏にスタートするんで、ちょっとその辺あたりでちょっと一緒にできそうなところを今回はミーティングでやっていくって感じですね、はい、いいですね。しかもなんかプレゼントとかなんか作るって感じですか。そうですね、はい、いくつか考えてて、ちょっとなんか乗るだけじゃなくてなんかもらえるようなことも今考えてるってことですね。はい、いろいろ考えてますね、ひろいさん。ありがとうございますみんなの夢を叶えるためにひろいさん頑張ってると思いますの です、ね、ちょっと夏 あのイベントに向けて頑張ってほしいというのがありますので、はい、最後ちょっと視聴者の方に向けてメッセージお願いします。夏に向けて今数ヶ月、はい、数週間になってきてるんですけど、はい、まあ、そこに向けていろいろと取り組んでるし、いろいろ仲間も集まってきてるんで、ぜひ期待してほしいなと思います。わかりました。じゃあちょっとこの後一緒に我々もミーティングの風景撮影とかさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。